雷撃機、雷撃機とは軍用機の一種。雷撃、航空魚雷による耐水上艦攻撃、正式には雷爆撃に特化した飛行機、通常水兵爆撃を兼務することができる。航空機による艦船攻撃の手段が試行錯誤される段階において魚雷攻撃が重要な手段と考えられるようになった。 単純に爆弾を投下する水平爆撃と比べると、魚雷攻撃は感染の推薦下を攻撃できるというメリットがあり、攻撃対象の感染の浸水による撃沈が期待できた。また投下後は一定振動を保って前進する魚雷は、水平爆撃により投下される爆弾などよりも命中率が高かった。感染攻撃の手段としてもう一つ重要視されたのは、 急降下爆撃であった。急降下爆撃は急降下により、爆弾の投下高度が低くなるために着弾時に、爆弾が持つ運動エネルギーが小さく、装甲に対する投入力が低くなりがち、投下高度が同じなら、当然急降下爆撃の方が運動エネルギーは大きくなるが、急降下爆撃の投下高度は、基本的に1000メートル以下と低いな反面。 水平爆撃や雷撃よりも高い命中率が期待できた。そのため急降下爆撃は航空母艦撃破できなくとも飛行艦班を使用不能にできれば戦力を大幅に削ぐことができる。装甲の薄い巡洋艦以下の艦船に対しては広く有効な攻撃手段であるとされたが、装甲の厚い大型艦船に対しては決定打にならないと考えられることも多く、 より確実な打撃を与えることができると考えられた、雷撃と組み合わせて行われることもあった。急降下爆撃用の機体に求められる性能は、急激な機体の引き起こしに耐えられる運動性と機体強度である。急降下による加速を抑える空力ブレーキもよく用いられる。雷撃用の機体に求められる性能は、重い魚雷を搭載するための搭載能力である。 そのため両者の要求する性能の乖離は大きく、それぞれに異なる機体が用いられた。雷撃を行う機体は、一般的に雷撃機、旧日本海軍では攻撃機と呼ばれ、急降下爆撃を行う機体は、一般的に急降下爆撃機や単に爆撃機と呼ばれた。雷撃機は、第一次世界大戦においても、イギリス海軍航空隊による一部使用例があるが、 本格的に運用されたのは第二次世界大戦である。第二次世界大戦後は近接新艦など対空兵装の発達により、魚雷攻撃を含め航空機による敵艦への肉迫は一般的ではなくなった。そのため、対艦ミサイルのような別の攻撃手段に置き換えられた。最も誘導魚雷の発達によって、航空機による対潜水艦攻撃においては、 魚雷は有効な手段となったが、その目的の機体は対戦哨戒機と呼ばれ、雷撃機とは故障しない。日米へといった海軍国では雷撃戦を想定した航空機を開発配備していた。その他の国でも陸上用の爆撃機に魚雷を搭載して運用することがあった。アメリカ海軍は魚雷による感染の撃破を目的とした機種を 来撃爆撃機、トーピードボマーとオピードボマーと呼称した。TB は来撃、爆撃を行える機体であることを意味する符号であり、D や F は開発、生産を行った会社の符号である。この他、プビーカタリナが、魚雷日本の搭載能力を持っていたが、実戦で来撃任務に就いたことはなかった。また、陸軍も、人じマーチン B-26 などの、 中型爆撃機による来撃を行ったが、後に反長爆撃に切り替えた。日本海軍では急降下爆撃の能力を持たない、代わりに大型爆弾、または魚雷を搭載可能で、長距離の作戦が可能な爆撃機を艦上攻撃機と呼称した。重い魚雷を搭載可能な上に急降下爆撃が可能な強度を持った機体の航空機は、 エンジン出力の不足によって、第二次世界大戦後期までは作ることができなかった。したがって、次の2種類の名称の機体に分かれた。艦上攻撃機の例、96式陸上攻撃機と1式陸上攻撃機は、他国と日本陸軍では大型、内支中型爆撃機と称されるべき機体であるが、日本海軍の定義では、来撃が可能。 かつ急降下爆撃ができない大型機なので攻撃機に分類された。陸軍の四式銃爆撃機、飛竜の一部が台湾沖航空戦以降はいくつかの部隊、飛行第7戦隊、飛行第98戦隊などにおいて海軍の航空魚雷を搭載し、海軍の指揮下に入って雷撃機として使用された海軍では雷撃機型の四式銃爆撃機、飛竜のことを 攻撃機、靖国と呼んだ。創世期に横須賀工廠の造兵部は飛行機を作り、造機部はエンジンを作った。しかし航空機用工材の熱処理一つとっても、情報がなく、グラインダー工具も買い集めることから始めるなど、苦労の連続った。将校が飛行機操縦を習得し、さらに飛行機製作にまでも挑んでいた。 とにかく航空機が製作できるようになったのは1914年、大正3年夏頃からだった。当時の交渉の飛行機生産能力は1ヶ月、2台、だった。その後の海軍航空では、外国製機材の模倣の繰り返しに飽きた1928年から1937年の日中戦争勃発までの10年間は、次第に外国依存を捨てて、国産の研究、 開発、生産技術を充実させることに努力した時期であり、航空機の開発設計技術が徐々に欧米の水準に接近した。このために新規の設計採用に際しては特定一車指定で設計させる、複数車で競争設計させるなど試行した。1931年、昭和6年にはあえて設計者は日本国民に限定し、 外国人の助けを排除するという精令まで設けて、国産技術発達を進むした。1924年以降、太平洋戦争開始前までの雷撃機、攻撃機を示す。イギリスの雷撃機は、空軍沿岸航空軍団、RAF コースタルコマンドの陸上雷撃機と、海軍艦隊航空隊、フリートエアアームの艦上雷撃機に2分される。 第二次世界大戦までは上記の通り、急降下爆撃機と雷撃機はそれぞれ別の機体であった。しかし、艦載機数が限定される航空母艦では機種はできるだけ統一する必要があった。また、第二次世界大戦半ば頃から、艦船の防御力の増強に伴って、従来の急降下爆撃機の搭載量では威力不足となりつつあり、一方で雷撃機は、 対空砲火や戦闘機に対して脆弱であることが問題しさ、より機敏な運動性が求められるようになっていた。その結果、両者に要求される性能に差が小さくなり、急降下爆撃圏雷撃機がアメリカ海軍及び日本海軍で開発された。他、ドイツ空軍では比較的大型の爆撃機においても、急降下爆撃を行う性能の負荷がなされたため、 大撃機と急降下爆撃機の兼務が可能であった。流星は一部が使用されたものの、実質的には両者もに第二次世界大戦には間に合わなかった。AD は朝鮮戦争以降に使用されたが、巨雷を使用する機械は水豊かダムの延定に対して一体一度だであった。その後は搭載兵器を無誘導爆弾やロケット弾に変え、攻撃機として用いられている。 あとの A-4 スカイホークや A-6 イントルーダー、A-7 コルセア E、カイ、A-18 ホーネットといった艦上攻撃機の流れにおける最初の機体となった。イギリス海軍は搭載機数が限られてしまう航空母艦の艦載機の効率を良くするため戦闘機に雷撃機の機能を付加した戦闘雷撃機を開発配備した。 元より急降下爆撃機は戦闘機を兼ねることも可能であるが、より大型の機体である雷撃機についても戦闘機を兼ねる仕様としたのはイギリス海軍だけである。これらの機体は直接の源流とは言えないが、いわゆるマルチロール機の戦区であると言える。このほか、雷撃戦闘機としてはドイツがフォッケウルフ FW190、イタリアが フィアット G55 を改造して試作したが、どちらも物にならなかった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。